きはニュースのお時間です。近頃ではバスやタクシー、地下鉄といった公共交通機関の整備が求められています。そんな中、クエドラシティでは土地の収入を増やすべく維持費削減に努めました。具体的には不要な電線の除去や密集した住宅地の水道管の一部撤去などを実施したとのことです。まあ市民の声に気づかされて行ったようですが、またクエドラシティではまた新たにバス路線が出来上がりました。しかしなんかぐちゃぐちゃになったとのことです。さて、この後はシティーズスカイラインズです。それではどうぞ。こんにちは、市長のクエストドラゴンです。海外 DLC に興味が湧いた、霊夢よ。おい、年を壊す気か、マリサだぜ。はい、そんなわけで今回は、PS4 シティーズ、スカイラインズ第19回ですね。まずはアップデートの紹介からです。地上地下鉄っていうのが追加されたらしいわ。地上なのに地下鉄っていうのが矛盾してるけど。まあ、地下鉄が地上に出せるようになったって感じね。これ、地下鉄っていうのかしら。で、新たに子供医療センターが登場だな。小児科みたいなものだな。んで、高齢者医療サービスも登場したぜ。子供とお年寄りは大事だな。なるほど。また建物が増えたね。ここは前の時に紹介したわね。そういや、コメント欄でも視聴者が紹介してたわよ。アップデート。あ、モダンジャパン映すの忘れた。でもこういうのは助かります。ありがとうございます。じゃ、やってくか。今回は何をしていくんだ？うん。とりあえず、名付け支援が結構来ましたので、そのうちの一つをまずやっていこうと思います。へぇ。来たのね。命名支援。すごいじゃない？いやまあ。多分だけど俺、普通の名前を考えることができないのかな。普通の名前っていうか、面白い名前が思いつかないだけだろ。第一、とか、クエドラ、とかぐらいじゃないか？ああ。なるほどね。ネーミングセンスを磨かないと。さてさて、それじゃ行きますか。こうして見ると、汚染がだいぶ広がっているのがわかるわ。気づいたらやばいことになってたわね。というか、労働者がまた足りないのね。それに合わせて住宅需要がめちゃ高いぜ。まあ、住宅需要についてはとりあえず前回作った住宅地区が成長しているからとりあえず放置で。水はすでに引いてあるから大丈夫そうね。まあ、住宅地区の需要問題は普通に道路引いて地区設定して水道管引けば解消するんだけど、この労働者問題はなかなか解決しないよね。まあ、時間経過で廃墟になったらなったで撤去しましょう。さて、とりあえず命名支援で指定された警察署の名前を変えてみます。ここあれよね、確かパイプ警察署。意味不な名前だわ。というわけで、ここの名前をパイプ警察署から西川警察署に変えてみます。これだけで十分良くなるね。おお、結構現実的になったな。なんだ、パイプ警察署って？いつもパイプ孵化してる警察署なんじゃないの？いや、どんな警察署だよ。さてさて、それじゃあ次に参りましょうか。いつも思うんだよな。いつ雨やむんだ。まあ、言われてみれば確かに、いつまでも降ってるね。いや、現実だったらもうすでに災害起きてたわ。ゴミ収集はどうなってるんだ？ゴミが積み上げられてハエがたかってる。あれ？ここに来てまたゴミの問題か。そして労働者不足の工場は立ち退いてきたな。まあそれはいいとして、ゴミ集積場がな。問題だよね。まあ、あいつ結構場所取るし、汚くしていくし。厄介な建物って言ったら厄介な建物よね。うん。搬送途中だけど急遽稼働させましょうかね。あ、違う、止めちゃったわ。これでいいのかな。もうすぐマイルストーン解除になるわけだから、これ以上増やしたくはないよな。と言っても、ケチりすぎて視聴者にすごいこと言われたけどね。決してネタで集積浄化はなかったわけじゃないんだけどね。視聴者様の方が観察眼いいな。いや、あなたがよく見てないのも悪いだろ。はい、そして次なんですが、わけわからなくなった通学路線の修正をしていこうと思います。ふと思ったんだが、バス、ストリート線の方がよくわからないと思うのは私だけか？でもよくわからない割には結構使われてるわね。
住宅路線も。でも通学路線はあまり使われてないわね。ぐちゃぐちゃだからじゃないかしら?8人しか使われてないって。廃線寸前だろ。とりあえず作り直しましょう。そういや、何かの建物を目印に路線を作るなら、あえて目的の建物の場所に未完成路線のマークを表示させておく、というのもいいらしい。視聴者様に教えていただきました。サイクリングがこんなに楽しかったなんて、自転車奨励。あ、そういう手があるのか。それは頭を考えればウプ主でもできたな。それは思いつかなかったわ。すごいな、視聴者様って。あ、でも意外と通学路線も使われてるって言ったら使われてるのね。使われていますが、作り直します。その方がいいでしょ。さて、今一度学校の確認をしておきましょうか。おいおい、本当に覚えられるのか?またミスったら面倒なことになるぜ。大丈夫大丈夫、ある程度覚えとけばいいだけだし。ここだね、教育のところで。主にウプ主の都市ってセンターヒルズあたりに学校が集結しているのよね。まあ、そう考えると、覚えやすかったりするんじゃないか?でも今考えてみると、こんなに卒業した市民がいるっていうのに、教育を受けた市民が不足しているって言われると不思議よね。皆さん、おはようございます。今日は朝焼けが綺麗ですよ。地上の楽園。まあ、多分それって単純にできる市民の数よりお店の求める求人数が多いってことだよね。さて、その辺はまた後で何とかするとして、路線を再度作っていきたいと思います。じゃあ、とりあえずまず最初の地点は小学校から行きますか。小学校のバスっていうとスクールバスだと思うんだけど、普通の市営バスなのね。ここ。まあ、おそらくスクールバスにもできるんだろうけど、やり方をいまいち知らないので普通のバスにしておきます。あれ、アップデートでちょっとやり方が詳しくなったかな?ああ?前はこんな表記なかったはずよね、確か。だとすると、ウプ主でも簡単にバス停の追加ができるかもしれないわね。だね。さて、今度の通学路線の路線カラーはピンクです。ぶっ飛んでるなぁ。いいんじゃねえか、見分けがつきやすくなったぜ。まあね。それに、後からでも路線カラーは変更できるし。まあ、以前の通学路線なんかは住宅路線と似たような色でちょっとあれだったから良かったんじゃないかしら?そうかもしれないね。さて、そして次にここの貫通小学校を通って。これ、いつまでこのままにしておくんだよ。何か大きな回廊をする時でも来ないとそのままかもね。よくこの状態で普通に小学校として動いていられるわよ。ここに道路引くとか言われても意地でもどかない小学校なんじゃないかしら?じゃあ多分、校長に問題があるんだな、それ。おいおい。何の話だよ。とりあえず路線引き終わったら合ってるか確認しないとな。そうだね。まあ、多分合ってると思うんだけどな。高齢者医療施設のヒントが出てるわね。まさかとは思うけど、このシティーズ、スカイラインズにも高齢化社会っていう概念があるのかしら?それはどうだろう。まあ、シティーズ、スカイラインズはあくまでもゲームだから、子供医療センターを建てれば子供が増えるから中和すると思うよ。まあ、あまり詳しく関わらない方がいいだろ。さて、とりあえずこれで路線を完成しましょうか。お、悪くない出来ね。これなら大丈夫でしょ。一応ちゃんと小学校と高校の前を通したつもり。これで大丈夫かな。早速バス停で待っている人がいるんだな。利用するのがすごい早いぜ。さて、路線名も変えました。これでいいかな。あとウプ主、バス停は交差点の近くに置かない方がいいとかなんとか、視聴者が言ってた気がするんだけど。ああ?確かにそうだな。交差点の近くにバス停があるとバスの乗客の乗り降りで止まっちゃうもんな。渋滞の要因になるってことか。ああ、そういうこと。どこかそういうところはなかったかな。こういうのは無意識にやっちゃいそうよね。気づいたらここ交差点の近くだった、みたいな。あ、確かにそれはありそうだよね。ちょっと探してみよう。ポリスでは、セキュリティドア付きのトランクルームをレンタルしています。詳細は911までお電話を。あ、こことかあれかもね。あ、そうだな。確かにそこは交差点に近すぎるな。やっと解除できました。大きな街。また都市が拡張できるのと、新しい機能として課税強化、新しいサービスは特殊施設レベルごと地下鉄が解除されたわね。
って、新たな特区は娯楽特区が解除されて、条例がすごいな。低高密度の住宅、商用と、オフィス区画の税の引き上げ、引き下げの条例、娯楽優遇条例、自動料金所条例、インダストリー 4.0 条例が解除されたな。今日アップデート紹介してくれた視聴者様、都市財政額が60万ドルとか言ってたらしいよ。すごいな。インダストリーを使ってたらしいけど、ウプ主は超えられるかしら。いや、先が長いと思うよ。だな。でもまあ、1万まではもうちょっとだぜ。そうだね。で、ついに残りのロックされていた区画がアンロックされました。高密度区画とオフィス区画ですね。まあ、マンションとかビルが建つってことよね。そうなのね。ゴミ問題で突っかかっちゃったから思ったより時間がかかったな。まあ、それはゴミ集積場をケチったウプ主が悪いだろうな。それで、施設はウプ主が待ち望んでいた焼却炉と、大学、一方通行料金所と双方向料金所の大型タイプ、あと地下鉄駅が解除ね。それから地上に出せるタイプの地下鉄駅と、高架地下鉄駅、フィッシングアイランドと、刑務所が解除されたぜ。以上だな。かなり大量に解除されたね。これは多分、資金が一瞬で少なくなること間違いなしかも。アットマルは、素晴らしい手腕ですね。隣接する地域の併合が可能になりました。新たな可能性。さて、そんなわけでちょいとバス停を調整したら新たな区画とか建物を設置していこうか。とりあえずその停留所をどこに置くか。だな。まあ、適当にこの辺りでいいでしょう。さて、じゃあまずどこから手をつけていこうかな。とりあえず一番問題のゴミからやったらどうかしら？焼却炉1個ぐらい設置してみれば何か変わるでしょ。1個3万ドル。めっちゃするな。とりあえず置く場所は、あそこだけ非稼働だな。もしかしたら撤去できるかも。へぇ、丸の内ゴミ集積場はなくせるのね。じゃあこれをまず撤去して、ここに焼却炉を建てておこうか。焼却炉は汚染が出る上に火を使ってゴミを燃やすから騒音もあるんだよな。でもまあ、この付近に住宅はないし、大丈夫か。ゴミをエネルギーに変換するのは、都市にとって一石二鳥だ。大賛成。ゴミは宝。まあ、そう思うやつもいるってことだろ。とりあえず、そいつの宝をここで燃やすってわけだな。言い方がものすごいんだよな。でもまあ、火力発電はできるわね。確かに。まあ名前はこんな感じで。おいおい。せっかく名付けしてもらった丸の内ゴミ集積場の跡がないじゃないか。どこ行ったんだよ。あ、そうだった。動画外で直しておきます。第4ゴミ集積場が満杯か。ここもいずれ片付けないとだね。というか、焼却炉建ててもゴミのアイコンは消えないわね。結局のところ、ゴミを処理する建物が足りてないんじゃないかしら？そもそもの話、まず焼却状況がダメなのかもね。まあ、焼却炉1個しか建ててないしな。一応効率とかは考えて配置したり、道路を敷設しているんだけどな。相方がクグマのカラビに自転車に乗れってしつこい。嫌なものは嫌だ、道はクグマのもの。自転車送迎。まあ、自転車に乗りたくないってやつもそりゃいるわよね。まあでも、そんなあなたに自転車奨励、ですから。嫌がっているのに奨励するって、半分強制的だな。まあ、とりあえず焼却炉については、もう一つぐらい置いておくべきなのかな。まあ、いずれゴミ問題解決のメインになるんでしょうから、もう一つぐらい置いといたらどうかしら？じゃあ設置しておきます。そして、その代わりにここの集積場は搬出作業に専念してもらいます。パート19で集積場の役目もそろそろ終わりだな。そうだね。個人的に思ったけど、パート19まで集積場の活躍が伸びたのは多分人口を俺が下げちゃったからだろうね。さてさて、これで全部の集積場で搬出作業が行われるかな。じゃあ今度は新しく解除された高密度の区画設定をしていこうか。せっかくヒルズっていう名前がついているわけだから、ヒルズっぽくしないとね。ウプ主のヒルズって言葉はマンションとかが立ち並んでいる様のことなのかしら。どうなんだろうな。まあ、その時々に合わせてもしかしたらセンターヒルズから名前が変わるかもしれないな。まあ、とりあえず北のあたりを高密度にしておきましょうか。ミドルタウンについては低密度がお似合い。小学校のすぐ隣にマンションってのもすごいけどな。いや、そもそも、あの小学校道が突き抜けている時点でおかしいからね。
スモールハウスがめっちゃ立ち並んでいる場所はそのままにしておこうかな。あの小学校って、クエドラ第一小学校のことでしょ？だな。ある意味有名になったな。わら。まあ、普通に小学校として機能しているならそれでいいでしょ。さて、じゃあ引き続き塗りつぶしていきます。うぶ主。マイルストーン解除した途端に人口をめっちゃ下げるのね。嘘。まあ、そりゃそうだよな。住宅地区を塗り直して一度立ち退いてもらうように指示しているわけだから、人口も減るだろ。あ、なるほどね。でもまあ、高密度だからさっきよりは人口伸びるでしょ。まあ、この時点ですでに7000人を切っているんだけどね。大丈夫かな？まあ、待てば大丈夫だろ。いずれ建物がそこに建っていくわけだからな。あ、また名付けし直さなきゃいけないのか。もう良くない？そのセンスのない名付け。いやでもさ、せっかく変えられるなら変えたいじゃない？警察署や小学校とかの名前を変える人はいるかもしれないが、さすがに住宅地区とか商業地区、産業地区にオフィス地区から出てくる建物の名前まで変えるやつはいないだろ。そうなのかな。でもまあ、それは俺のこだわりだから。いや、あんたのこだわりは意味わからないのよ。まあとりあえず、センターヒルズとミドルタウンの境目がいまいちなので、ちょっと修正。センターヒルズは主に高密度住宅と高密度商業が連なるエリアかな。まあ、都会っぽくする、みたいな感じか？まあそんな感じかな。でまあ、ここはさすがに低密度に変えておきます。あと、人口の増減がやばいので一度時間停止しています。あのメイドのおかげね、多分。あ、そういう設定なんですね。ここも高密度で。住宅はこんなものかな。あ、なんかずれたわ。適当な人はここを適当に塗り塗りするんだよな。でもなんかうぶ主は几帳面だな。こんなものかな。いい感じ。まあ、洗濯とかのツールは几帳面な人向けの機能だね。さてさて、続いては商業地区です。センターヒルズ付近を高密度商業地区に変えていきます。いつも思ってたけど今の今まであえて言わなかったわ。でもここで言わせてもらうわね。住宅と商業隣り合わせで大丈夫なのかしら。いやまあ、だってそのエリアだけ何もないままだとつまんなくない？公園とかで埋めるとか？騒音の問題とかないのか？まあ、市民は何も言ってこないみたいだが、騒音で病気になるらしいぜ。気をつけないとな。おそらく、耳がいっちまうんだろうから。まあ、何も言ってこなければそのままでも平気でしょ。何か言ってきたら対策します。街路樹道路にしたり、引っ離したり。で、ちょっと商業と産業のつなぎ目をオフィスにしてみます。オフィスは確かできる人材がいないとダメだったのよね。小学校、高校、大学。そのあたりが大事になってくるわ。そうだそうだ、大学が解除されたんだっけ。センターヒルズあたりに設置しようか。ちょうどバス路線も通ってるし、大学生も助かると思うな。ちょうどさっきの地区設定で立ち退いちゃった住宅の跡地があるから、そこにでも建てとくか。お、それがいいかも。ちょうどいいかもね。ちらっと見たけど、大学、結構高いわね。まあ、その分大学に行きたいエリートな学生が利用してくれると思うよ。さて、ちょうど近くに高校もあるのでこの辺りにドーンとでっかく大学を建てましょうか。せっかく建てたばっかりなのか、立ち退くのを忘れたのかわからない住宅2つが犠牲になるな。まあ、別に大丈夫でしょ。時々この市長、市民に冷たいわね。そしたら、どうやら公共交通機関があると大学生による渋滞を抑えられると域に書いてあったので、ここにバス停を追加します。大学生による渋滞は抑えられるが、バスによる渋滞は出るな。多分だが。学校にもバスができた。人材が使わず廉価が組まれ、何でも学べるね、何か増える。さて、大学の名前については名付け支援がなかったので、これは自分で考えます。あんたの年なんだから普通は自分で考えるのよ。まあ、うぶ主が考えなきゃいけないんだが、うぶ主が考えると変な名前になること間違いなしだからな。確かにそれもそうなのよね。だったら初めから名前を変えない。これに尽きると思うんだけど、やっぱそうじゃねえか。クエドラ第一大学。意味がわからないな。もう自分のネーミングセンスに自信がないので気にしないことにしました。じゃあ、住宅地区とか商業地区とかの店の名前で少し磨いたらどうかしら？
ありがとうアットマヨア。ようやくうちの周りが駐車場通行禁止になった。新鮮な空気、平和と平穏。あとこのラウンドアバウトの歩道橋の整備もしておきたいんだけどな。皆さん、おはようございます。今日は朝焼けが綺麗ですよ。地上の楽園。どうしたどうした。電力が足りないのか。ああ。通電する住宅が立ち退いてるから、一時的に停電するんでしょ。この辺は送電線が通ってないから、住宅を通すしかないのよね。そういうことね。とりあえずまあよかったわ。おいおい、赤字になったな。久しぶりに赤字になったわね。というか、人口も赤字じゃない。この年終わったわね。いやいや、まだまだこれからでしょ。ここから大成長だよ。あら、そう。まあ楽しみね。赤字が5000ドル超えたぜ。本当に戻るのか？まあ、時間経過で様子を見ましょうか。そういや、地下鉄も解除されたんだったっけ。ちょっとやってみようかな。地下鉄はその名の通り地下に線路を敷くから地上の建物の影響とかを受けなくていいのよね。だね。さて、これをどこに設置するかって話だけど。まあ、地下だから地上の面積はあまり取らないね。お、人口の回復の兆しだな。お、それはいいね。さて、地下鉄駅はとりあえずここに置きますか。地上に置く方が5000ドル安くなるのね。みたいだね。コストの問題かな。まあいいや。もう一つは、センターヒルズあたりかな、やっぱり。ちなみにだが、この地下鉄駅はどういう役割なんだ？そこだと。オフィスに行く人の交通手段みたいな感じか？まあ、そんな感じかな。高密度住宅のところからオフィス街に行ければな。って感じ。ってわけで、駅ができたので次は線路を作っていきます。道に左右されないから直通で行けるな。そうだね。それじゃ、引いていきます。アップデートで地下しか引けなかった線路が地上でも引けるようになってるわね。だね。さて、これは別に曲線とかは描かなくても大丈夫なのかな？お、無事黒字額に戻ったぜ。お、それならよかった。じゃあ、とりあえず駅から駅まで直接繋いじゃいますか。相方が車のからビニール電車に乗れてしつこい。嫌なものは嫌だ。道は車のもの。自転車送電。はい、そんなわけでこんな感じに仕上がりました。一応ソフトな感じにはなるね。そしたらバスみたいに路線設定しなきゃダメね。だね。線路があっても乗ってくれる人がいなかったらダメだしね。遺体を搬送してくれる人が来ないときは誰に連絡すればいいの？引っ越し。さてさて、そんなわけで地下鉄路線の完成です。名前も変えておきましょうか。路線名はさすがにうぷ主が考えるよな。一応名前という名前すべて募集はしてます。あんたの場合は募集じゃない。助けを求めてるだけでしょ。視聴者頼りじゃダメよ。いやまあ、全部が全部名付けを助けてもらってるわけじゃないけど。一応考えてるよ。名前と言えるのかわからない名前を考えてるけどな。いやさ、俺がもしも面白い名前を考えるとしたら多分こうなるんじゃない？警察署、英語でポリス。だからポリちゃん。何回ややわ。ね、だからいずれにしてもネーミングセンスがおかしいってことだよ。そういうことね。まるで人の名前になっちゃってるわ。あ、あれ？スペースは反映されないのか。あ、そういや人の名前とか車の名前まで変えられるんだけど、どう？キリがないだろ。まあ、それもそっか。まあでも消えちゃうこともあるしね。一般車両の場合、ちなみに、あるバスの名前をレーンを走らないバスとかいう名前にしたじゃん。あ、してたわね。あれ、ちゃんと名前そのままで走ってたからね。第一小学校付近を通学路線に移ったのか。あのバス、ETC が解除されたけど、まあ渋滞はしてないからいいか。どちらかといえばこの辺は怪しいね。ちょいと拡張。交差点が一番危ないんだよな。渋滞って、まあこんなものでいいでしょう。効果があるかはわからないけど、まずあの交差点が地味に違う部分が問題だよね。あそこちょっと斜めにして交差点を一つにするかなんとかしないとダメかもしれないわね。まあ、一応信号機は外しているんだけどね。まあ、改善しないようなら考えようぜ。だね。さて、じゃあ他にやるべきことなんだけど、ここの料金所どうしようか。条例とかで確か ETC に変えられるんだよね。ここでお金集める意味あるのか？まあ、お小遣い程度でもらってるんだけどね。その割には結構通るのね。ここ。まあ、いいでしょう。あれはあのままでも、
どちらかというと動画外でやってる都市の方が渋滞起こしてるし、あの料金所のせいで。それ、エンディングの背景に流れてるあの橋の部分だろ。さあ、どこでしょうね。あんた結構わかりやすい性格なのね。一応大型も選べるんだけど、まあここが渋滞した際の第一段階の対策で大型にチェンジ、それでもダメなら条例で ATC つけて様子見ってところかな。そもそも、大型の料金所結構高いじゃねえか。それ払う余分な資金なんかない気がするんだけどな。まあ、考えるとしたら渋滞が起きた時だからね。さて、料金所は別にいいかな。遺体の搬送待ちは多分どうしようもない気がするんだけど。え、そうかしら？いやだってさ、もう近くに墓地があるんだもん。というか、まだゴミの問題が。結局焼却状況が問題なのかな。向かい側にもう一つ建てとこう。ゴミ収集車の数とかも関係があるのかもしれないけどな。まあ、ゴミ収集車については施設を増やすことで一緒に増えるから、そんな問題ない気もするな。というわけで、置いときました。多分これでなんとかなるんじゃないかな。名前は軽く変えておきます。というか、焼却炉増やせばゴミ収集車が33台も増えるんじゃない？十分ね。確か集積場の方は19台だったな。はい、まあそんなわけでこんな感じですかね。これでおそらく解決するはず。まあ、施設増加とゴミ収集車の出動数の増加でなんとかなるって感じかしら。大丈夫そうだね。焼却状況もグリーンラインになりました。謎のカルト教団のリーダーが世界の終焉を示唆。括弧3年ぶり2度目。終わりの始まり。搬出はまだまだだね。多分これで焼却炉の方にゴミが移動するはず。とりあえず第一ゴミ集積場は早く終わりそうかもな。で、遺体の搬送なんだけどさ、墓地確か近くにあるよね。あるわね。道路の状況とかも関係あるんじゃないかしら？霊柩車とかでしょ。そうなの？でも効率は良いはずだけど。まあ、とりあえず待とうぜ。それで何も変化がなかったら何かやらなきゃダメってことだろ。そうなるんだ。なんか、気づいたらその隣の工場の人も怒り出してるし。霊柩車仕事してるのかな。とにかく様子見ね。そういやウプ主、30万ドルほどあったはずなのにだいぶ減ってるじゃない？使ったわね、あんた。いや、大学とか地下鉄とか建てちゃったから。多分それだろうね。おまけに都市財政額もだいぶ下がったな。まあ、そこは時間経過で元に戻っていくでしょう。思うんだけど、コンビニで遺体の搬送待ちって何があったのよとしか言いようがないわよね。そうだね。あれ、モデレーションモール、もうちょっと利用してくれるかと思ったら案外そうでもない。名前の悪さじゃないか？さて、今度は労働者不足がまた出てくるわけか。どのエリートが足りないんだ？やっぱ大学ね。アンロックされてからお店がすごい必要としてきてるけど、一体どうしちゃったのかしらね。あれ、まだ一部ゴミが回収できてないらしい。むず。というか大学生はどうした？まだ大学建てて間もないんだから卒業生いないだろ。とりあえず大学生全員ここに通ってるね。まあここしか大学ないんだけどさ。トラックは不要、これでやっと安眠できるし、庭で子供と遊ぶこともできる、ありがとう、アットマヨア、トラック反対。予算は関係なかったわ。というか結構維持費かかるわね。大学。まあ、今回は以上ですかね。これで次回あたりマンションとか建つんじゃないか？またウプ主の年がこれで変わったな。マイルストーン解除がすごい長かったわね。本当に。さて、それじゃ今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。で、次回どうするんだ？次回は歩道橋の内回りの部分とか修正しないとな。とか思ってたりするんだよね。名付けとかどうするの？まあ、できたら動画外でやっときます。多分適当。名前を付ける部分では几帳面だが、名前の内容は適当なんだな。練習気分でやるとして、変な名前になるなよ。まあ、おそらく大丈夫なはずです。それじゃまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、次回も、ゆっくりしていってね。